こんにちは、小菅優です。ベートーベンピアノソナタ全曲演奏会も最終回になってしまいました。なぜだか信じられません。なんかあっという間にこの旅が過ぎてしまったようで、それでいてすごく充実していたような感じがします。というのは、やはり私の本当に心から愛する作品一つ一つと今まで向き合ってきて勉強になることもたくさんあり、ベートーベンの人間性や彼の考えていたことに少しでも近づけたらいいなと思っています。今回最終回にとっておいた曲は最後の3つのソナタですが、私にとって昔から怖いというか、なんか近づきがたいベートーベンと接するような、本当に彼がたくさんの葛藤や苦悩や脱皮の後に書いた、なんか救済を感じるような3つのソナタだと思います。本当に今まで一緒に旅をしてくださった皆様ありがとうございます。本当にこの旅がしてよかったと思えるようなコンサートにしたいと思います。ぜひ皆さんいらしてください。